TBS ラジオ伊集院光とラジオと和田博之と、おはようございます。今日は伊集院さんと桜トークを楽しみに参りました。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。さあ、今日のゲスト和田博之さんは樹木医、はい、木のお医者さん、うん、だから病気になった木の治療を専門とされている。たまにあるよね、なんかこう古い木が腐っちゃって、でいてその切り落としたところに何か俺多分黒いのとか塗って、そっから水が入らないようにしたりとか、まああとまあまあいろんな専門的な知識があるんでしょうけども、なんかいろんな問題あるじゃないですか。例えば桜の名所なんだけども、じゃあ人が大勢来てそこが傷んじゃうみたいな問題とかあるので、うんうん、なんかそんなお話あるのかしら、お聞きしたいと思っております。樹木医の和田博之先生、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト和田博之さんは1961年生まれ、群馬県出身、現在60歳。1983年財団法人日本花の会の職員となり、桜の名所づくりの調査や研究を担当。2000年に植物のお医者さん、樹木医に認定されます。以来、桜の名所の再生活動に注力。これまで台東区の隅田公園や山梨県にある天然記念物山高神代桜など、全国70カ所以上の桜の名所で満開の花が咲くように陰で支えてきました。現在は日本花の会を退職し、特任研究員として人と木をつなぐ活動を行っている樹木医の和田博之さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには樹木医の和田博之さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。もう会うなり失礼なんですけど、お年を確認したんですね。僕より年上の資料をいただいてて60歳ってことなんですけど見た目の若さがびっくりです。いやいや、そんなことないんですよ、うん、脱ぐと年寄りなんです。新しいですよ。じゃあちょっと脱いだとこを想像しながらでも樹木医っていう言葉自体は、はい、初めて聞きまして。ええー。まあ、木のお医者さん。そうですね。でも認定制度はもう30年前から、ありますので。はい。で、ただ、どうしても、毎年、樹木医に認定される人っていうのがそれほど多くないものですから、徐々になんですけども、活動範囲が広がってきているっていう状況です。へえ、ちょっとプロフィール紹介とかにもあったんですけども、はい、例えばこう、桜の名所の再生活動。はい。ね、桜って、そうね、昔ここにすごい桜咲いてたのにっていうところ、意外に、全滅したりしますよね。はい、特に東京は、はい、都市開発が、こう、新陳代謝が、盛んなので、はい、で、そうするとどうしても、建物を建てるときに残したいなと思っていても、それが残らない場合もあるし、かといって、例えば団地などであれば、そこにあった桜をもう一回戻そうっていうような運動もあったりして、うん、両方が共存しています、うんうん。難しいのはどういうことですか、これは。難しいのは、ある程度樹齢を経た、例えばソメイヨシノの話をしますと、ソメイヨシノを、じゃあ建物を建てるので、一回どっかに移して、また戻そうというふうにしたときに、どうしても根を切ったりだとか枝を切ったりしますので、そこから木を腐らせる、要はキノコが侵入してしまうんですね。はい。で、それを、まあ、それを承知の上でやっ
って、で、なおかつそれをケアしていかなければいけないっていうところが大変なんですね。桜はそういう意味では、はい、弱いんですか？いや、それほど弱いとは言えないですね。うん、一般的には弱いっていう方も多いとは思うんですけれども、うん、土壇場のところで持ち直すっていうところがよくあります。あ、そこ力あるんですね。ありますね。特にソメイヨシノは最近すごいなと思ってます。ああ、そうですか、なんか多分うちのじいさんとかが桜切るバカ梅切らぬバカみたいなことを言って、はい、桜は弱いから、切るとすぐダメになっちゃうみたいな僕は刷り込みであったんですけど、底力はあるんですね。底力ありますね。確かに枝を切ったりするとそこから腐り込むっていうのはあるんですが、腐ったところから今度はまた根を出してそれが土に届いて広がって勢いを盛り返すっていうことをよくやってますね。これまあ例えばね、桜が明らかに、はい、腐り始めてたりとか、はい、特に古い桜とか、どうにかしてくださいと言われると、最初何から始まるんですか？最初は、まず、その桜の状態を知るっていうことが必要なので、はいはい、まず一周ぐるっと見てですね、はい、どこがどう悪いのかっていうのが、おおよそ把握します。で、その原因を、突き止めるのに、まあ枝葉を見たりだとかっていうことは当然するんですけれども、もともとはやはり根が肝心なんですね。はい、で、根がどんな風に展開しているか、どんな根の状態になっているのか、それを見つけないといけなくて、うん、ただまあ、見てって言っても土の中なのでわかりませんから、うんうん、どうしても掘ったりとかしながら、それで、状況をおおよそ把握して、どんな風にしたらいいのかという、要は治療方針を立てたりしていきます。人間の、そのお医者さんでもそうですけど、はい、これは例えば栄養を与えたりケアすれば大丈夫な枝と、はい、これは他の被害を考えたら切らなきゃダメだな、みたいな、そういうこともありますか、はい、当然あります。まあ、キノコの中には、どんどん、要は根を腐らせるキノコもあるんですね。で、それは、かなり状態がひどくなってくると、もう立っていられなくなってしまうので、それはもうやむなく切るっていうことはあります。でも、いや、そこまで行ってないよという判断をすれば、新たな根をもう一度再生させて、で、復活させるっていうこともよくやってます。あとは、はい、まあ、根っこなんか特にそういう問題にこうぶつかるような気がするんですけど、こっからこっちの土地は開発したいです。はい、その桜切りのところに関してはコンクリで埋めたいです。だけども桜は今のまま生き生きとお願いしたいんですかってなると、はい、ちょっといろんな問題出てきますよね。当然出ますね。その根につながる幹や枝っていうのがありますので、その部分はどうしても、根を切らなければいけないときは、当然枝も悪くなってきます。で、どこまでその枝を収めるかっていうところを、これは今度は管理の中で、取り組んでいかなければいけないんですね。その、なんていう、木ファーストであれば、本来伸びるままにしてあげたいんだけれども、はい、なかなか権利やら何やら、日照権やら何やら、うまくいかないと、はいはい、そういうのの意見をまとめるのは大変そうですね。すごい大変です。それぞれ対立する意見もありますので、はい、で、それは、正直言うともう木はそっちのけなんですよ。うん。だから木を面倒見るよりも、その対立してる人たちの面倒を見てあげるっていうのが、まあまあまあっていう、そう、はいはい、そこがね、まあ我々の仕事ではないんだけれども、そこがポイントになってくるんですね、実は。はあ、難しそうだな。すごい難しいですよ。1ミリたりとも枝ははみ出してくれるなっていう人もいるだろうし、はい、で、そこがうまくいってくれれば、なんとかなる枝もいっぱいあるだろうし、はい、それは厄介ですね。厄介ですよ。だからまあ、我々の仕事は木を面倒見るっていうのが当然の仕事なんですけれども、合わせて人と人をつなぐ仕事もしていかないと、その目的とする木が残せないっていうところもあります。うわ、大変そうだ。知識だけでも大変だし、だって、それはお医者さんだから、はい、最善は尽くしたんだけどうまくいかないことだっていっぱいあるわけですか、命のことだから。あります。それだけだって、その、重圧はあるのに、人と人のまでなかなか面倒見れないですね。そうですね。それこそ、木が枯れたらどうしてくれるんだっていう話も出てくるし、はいはいはい、人と人との間で言うと、先ほど伊集院さんがおっしゃったように、
1ミリたりともみたいな話が出てくるんですよ、はい、だからそこをやっぱり今度はねお互いにこう理解し合う、どうやったら理解できるかっていうところもこうケアしていかないといけないっていうのがね、これが辛いですね。でも中には、はい、なんかこう樹齢何年みたいな、その、はい、それ自体がなんていうのかな、もう天然記念物だったりとか、あの文化財に近いようなもんだったりも、はい、植物にありますでしょう。あります。まあ私が携わってるのはあの山梨県北杜市っていうところにある山高神代桜という桜です。はい、これまあ一説には樹齢2000年と言われていまして、もう根元はもうほとんどがこう朽ちている木なんですけども、はいはい、これの再生をしてるんですけど、まあ、計画を立てる段階で、それこそ100年後ぐらいのイメージをしながら、治療に当たらないとですね、うまくいかないんですね。それどういうことですか ?100 年後のイメージ。まず、私たちが、携わったのが、だいたい20年ぐらい前なんですけれども、その時に、根の状況を見ると、根に、根こぶ線虫病っていう病気が蔓延してたんですね。はいはい、そうすると、これをまずどうにかしなければいけなくて、要は土をね、4年かけて全部取り替えました。うわぁ、それに4年、4年、はい。はい。はい、だいたい、200リューベぐらいっていう、もうちょっと想像できない。はい。はい。はい、で、それを4年かけて取り替えて、まあ根は出始めた、新しい根は出始めたんですけれども、うん、で、それは、10年間ぐらいは、まあ出たり消えたり、出たり消えたりみたいなことをしてるんですよ。はいはい、そうすると、年によってはいい年は、当然花や枝もよく伸びるし、よく咲くしっていうことなんですけども、うん、悪い年は、もう前年からあんまり枝の伸びがなかったりして、皆さんの心配の声が大きいんですね。大丈夫なのかと。そう、ね。お前何やってんだと。本当に大丈夫かっていう、もういろんな声が、起こるんですけど、去年の感じで見る限りは今年あたりもっとすごくなってるはずなのに、何かやったんじゃねえのかっていう、はい。でも、それは、原因が分かったんですね。っていうのは、夏場にやっぱり乾燥してしまって、うん、せっかく出た根が枯れてくるようなことがあったんです。はい。それは、今度は地元の人にお願いして、乾燥したらその時に水をかけてあげてください。うんうん、で、地元の人も、私たちが治療している期間は、もう樹木医さんにお願いしてるからっていうような意識でいたんだと思うんですけれども、それをやっぱり地元の木は地元の人が管理しないとっていう、そういう理解までしてもらって、で、水をやってくれるようになって、それからね、安定しました。わあ、なんかね、それは普通のお医者さんでもね、もうお医者さんに任してるんだから、俺は食べたいもん食べていいんだってわけになかなかいかないじゃないですか。うん、ちゃんと運動はしてくださいよっていうことだったりとか、ね、そういうことですよね。だからやっぱり、その地元の皆さんの理解があって、地元の木なんだから地元の皆さんで守っていきましょうっていうようなところまで、その活動を持っていかないと、古い木の保全につながらないっていうことがよくわかって、それ以来、やっぱり私は木に対してもなんだけれども、その地域の人たちにも対して、ちゃんと説明するっていうことをしなきゃいけないんだなっていう、その時の反省が今生きています。ずっと地域のものとして、ある程度の手入れをする覚悟はありますか、はい、とか、そういうことですよね。そうですね。ただ、あんまり重たいものを、地域の人たちにお願いしちゃうといけないので。持続不可能ですもんね、それじゃね。ここまでは私たちやりますけど、この部分はそれほど難しくないから皆さんやっていきましょうよっていうふうに、これがね、木をその残していく、ファクターの、重要なファクターの一つなんだなと思ってます。これなんか自分はその、想像するだけでややこしい事例ばかり思いついちゃうんですけど、しかもその中に、はい、じゃあ30年経ったらこうなりますよっていうビジョンがあったのに、都市計画の変更とか、もっと言うと気候の、そこまで急じゃないものの、最近ちょっと気候おかしいな、みたいなことは、これ相当答えるんじゃないですか？かなり答えてます。都市樹木は特にその辺厳しくて、街路樹だとか、公園に植わっている樹木だとか、お寺だとか神社だとか、そういったところの樹木、これは今、厳しい状況にありますね。夏を見ると、落葉樹であれば、葉は出てるんですけども、葉に元気がなかったりっていうのも見受けられるし、うんうん、で、冬は冬で、今年のように暖冬であれば、土
はかなり乾いてるんですね、はい、でこれも後でボディーブローのように木の勢いに効いてくると思うんです。だからその辺が環境の変化っていうのはね、すごく僕らは今敏感に捉えてますね。なんかおそらくそのなんか地球規模みたいな環境の変化をプラスして、そこがアスファルトだらけになったからとか反射するビルができたからみたいなことで、とてつもない変動の仕方するじゃないですか、はい、って事実しています。あとはビルの風、はい、ビルが1個立つと風の向きが変わったりだとか、はいはい、そういうことがよくあります。うわー大変そうだな。でもね、僕らこうやってね、専門家がいるって分かるとね、勝手なこと言うんですよ。この木をここに丸々移してくれとか言うでしょ、みんな。おそらくありますよ。はい、まあできるだけ希望に応えたいという気持ちはあるので、そのためにはじゃあ今すぐ移せと言ってもダメだから、3年後ぐらいだったら大丈夫だとか、そういう手立てをしながらっていうことはできます。なるほど、はい、これはなんか本当にそのお医者さんとしての知識とかその技以上に人と人を整える、大変そうですね。さあ一回 CM 挟みます。今日は、樹木のお医者さんです、和田博之さん、お迎えしております。伊集院光とラジオと和田博之と桜と、さあ、改めまして今朝はゲストに樹木医の和田博之先生をお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今人間はコロナで困ってますけど、はい、たまにこう特定の木にわーっと広がる病気みたいなのあるじゃないですか。はい、例えばマツクイムシとか、あとなんか梅の病気ちょっと前に流行りました。はい、プラムポックウイルスっていう、はい、はい、これは梅の実に、スポット状の点々点っていうのがつくんですね、はい、そうするとこれが商品価値が下がってしまって、はい、梅農家の方たちの、まあ損害につながるっていうことで、これはもうウイルスなので目に見えませんから、もう木を切って、はい、で鎮静したらまた植え直すっていう、そういうことをしないといけないんですね。はあ、まあある意味隔離するためにある程度切るっていうことですか。はい、東京だと青梅が有名な場合ありましたけども、全伐して3、4年間放置して、今もう新たに植え始めています。うわ、そういう努力をしてるんだ、団長の思いで切り、はい、そうですそうです。うん、あと最近ではまあコナラが枯れてしまう病気があるんですね。はい、ナラ枯れって言ってるんですけども、これもカシノナガキクイムシっていう小さな虫がコナラに入ってそれで枯れてしまうんですね、はい、で今まで関西の日本海側、これはかなり発生がひどかったんですけれども、今や関東に入ってきて、かなりの、で大木からね枯れていくもんですから、山、夏に山を見るとところどころ茶色くなってる、うん、これがコナラがあれですね。こういうのがあります。これが今収まっていません。これは、はい、そのどうして渡ってきちゃうんですか。まあ渡るというか、まあ徐々にこう移ってきてるんですね。でこの小さい虫なんですね。でこれが一本のコナラの木にもうマスアタックといって数千とか数万の単位で入り込むんですね。でそれは入り込むと一緒に要はカビの菌をね持ち込むんですよ。でその菌を食べながらカシノナガキクイムシっていうのは大きくなっていくんですけれども、その菌糸が木の要は導管といって水が通るところ、これを詰まらせちゃったりして、うん、それで立ち枯れにつながるんですね。あとさらにね、その、はい、外来の昆虫や外来の生き物っているじゃないですか、はいはい、ああいうものに例えば日本古来の植物って立ち打ちできなかったりしませんか。はい、桜で言うと、はい、クビアカツヤカミキリっていう要はカミキリムシ、カミキリムシ、はい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 、これは南方のカミキリムシなんですが、はい、これがなんか多分いろいろ海外から輸入されてくる、いや梱包材の中に多分いたんじゃないかっていうんですね、はあはあ、でそれが名古屋港だとか大阪港で見つかって、瞬く間に広まってですね、桜の木に取り付いて、今は埼玉県だとか群馬県だとか東京都内も一部出てるんですけども、うん、そういったところの桜を、枯らしたりしています。
うわぁ、なんか、植物も気候変動はあるわ。外来の生き物は来るわ。大変ですね。で、だからもう国内だけのことで考えてるっていうことよりも、もう世界的な規模でいろんなことに対処していかないと、追いついていけない状況になりつつあります。あとは、ちょっと例えば、はい、まあ今聞いてる方の中にお家のに庭があって、その木があるんですよ、みたいな人で言うと、はいはい、木の、なんとかな。変調みたいもの、どこから出てくるもんなんですか？まあ、落葉樹であれば、夏場に木のてっぺんの方の葉っぱ、うん、これが、やっぱり普段の大きさじゃなくて小さくなっちゃっただとか、ちょっとしおれたような感じがするだとか、小枝の伸びが悪くなったりだとか、そういったところを見て、あれおかしいなと思うんじゃないかなと思うんですね。でも何でもそうなんですけど、動物でもそうですけど、はい、やっぱよく見とくことなんですね。そう、日々の観察っていうのはすごく大切ですね。だから我々も、まあこの木見てくださいってパッと言って見るんですけれども、以前どんなんだったんだろうなって。そうか。その対比ができないとなかなかね、どこがどうおかしくなったのかっていうところが、よくわからないので、ですから、まあ持ち主の方に、以前はどうだったのか、いつどういう変化が起こったのかだとか、その間に何やりましただとか、いろいろね、根掘り葉掘り聞かなきゃいけないことがあります。はははは。そうか、ね。こっち側いきなり来てるから、はい、最初からこの土の上で最初からこの枝ぶりだとするならば、別にそれほど問題はないんだけども、それが突然変わってるとするならば、そら何かしらが起こってますよってことですもんね。はい。人がこう環境を変えてしまうっていうことがよくあるので、その辺を、いつ何をどんな風にしましたっていうことはね、ヒアリングしないとダメです。まあ今年はなんか桜、なかなか見づらい上に早く散っちゃったような気がするんですけど、なんかこう、おすすめの桜の名所とかありますか？行けるようになったら。そうですね、はい。なかなかね、皆さん、こう、自由に動けるっていうことがないんですけれども、これからは、まあ、今もう、都内では咲き始めてますけれども、八重咲きの桜が、点々と咲いています。はい、今日も TBS の周り、はい多いんですよね、桜割と。はい、あります。ここでも見られるし、あと、ちょっと郊外というか、山梨だとか、埼玉だとか、群馬だとか、茨城、そういったところに行くと、要は山の桜が、これからね、霞桜っていうのが咲き始めます。はい。これが実にね、日本的な風情があっていいと思います。そういう山の桜を楽しむっていうところも、いいと思いますね。今まで見た桜で一番綺麗だった桜ってどこですか？あ、これが一番難しいですね。もう本当に難しい。桜は、八重咲きの桜は、花そのものの美しさがありますから、これはね、どんなのを見ても綺麗だと思いますね。で、山の桜は山の桜でやっぱりそそとした風情もありますので、これはこれでその場で見るやっぱり雰囲気っていうのは素晴らしいと思いますね。最後になりますけど、はい、今後の夢とか、はい、野望とかありますか？まあ夢も野望もそんなに大したものはないんですけども、まあ木と携わっているので、まあ生き方そのものも木と同じように生きられればいいなと思って、おう、なんとなくこう、社会がこう変わったら、それっぽく自分も変わっていって、こう、いなすような形で生きていければいいかなって、そんな感じですね。木は慌てないですもん。慌てられないし、はい、慌ててもしょうがないし、逆に急激に環境を良くしようと思ったら、それがあだになったりするんですもんね、はい、きっと。だからまあ、置かれた状況で、うまくこう、自分なりに楽しみながら、生きれる。ればいいかなと思ってますね。今日は僕はなんか一番ショッキングだったのは、お花のその病気を治したいと時に結構人と人とのことが大変だっていうのはなんかそこに身に染みました。はい、ということで今日のゲスト樹木のお医者さんです。和田博之さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。ありがとうございました。